にちは、ドリブルデザイナーです。今日はアザール選手を徹底解析していきたいと思います。アザール選手、何がすごいか。僕がすごいと思うところの一つで、まず軸足リードが上手い。軸足リードっていうのは、蹴り足と軸足があったら、軸足が蹴り足より前にある状態でリードしていく状態。もう一つは軸足バックですね、はい、蹴り足が前で軸足が後ろ、軸足バック、この2つがあるんですけど、人と違うところで軸足リードがものすごく上手いっていうのが武器だと思ってます。この軸足がとても武器なんですけど、まず縦のスピードは半端じゃないです。プラス中のドリブルもめちゃくちゃ上手い。そして軸足リードのいい部分って、初速の1歩2歩がまず爆発的に速いと、プラスディフェンスとフェンスの間に軸足が入っているので、やめることもできるし、中に打った時にこっち側の左半身でディフェンスを止めることができるっていう強みがあります。それを使ってアザール選手はすごいプレーをするんですけど、フィジカルがまずすごく強い。そもそも体強いんですけど、体の使い方、当て方っていうのがすごくうまいと思ってます。どういうことか、アザール選手のいいプレー見てもらうと分かると思うんですけど、ずっこけるディフェンスが、なんでずっこけるかっていった時に、2つディフェンスがずっこけるやり方、1つは普通にフィジカルでお互いぶつかったけど飛ばされちゃうディフェンスが、あともう1つは出鼻をくじかれるっていうやつで、このボールを蹴りたいっていう瞬間に、蹴りたい足のこの途中ですね、トンって足を置かれると、大きい石をいきなりトンって目の前に置かれたみたいになって、バンって突っこけちゃうんですね。その足の置き方がめちゃくちゃうまい。これ右足も左足もできます。こうやっていて、中に動いたここでパチンって左足を入れることもできるし、軸足リードで縦に引きました、ここでトン、こっちの足を軸足にして、ここで足かけて、足かけて持てたり、これがもうえぐい。みんな転んでますね。軸足が強力、それが一つすごいところで、あともう一つ、手の使い方、リスペクトを込めて、手癖が悪い、一番悪いかもしれない。ネイマールかアザール、どっちかかな。腕がブン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 振り回すんですけど、彼の場合のすごいところは、斜め後ろに、腕がここです。いろんな手の使い方あるんですけど、真横にやったら取られないようなプレーができる体の使い方の上手い選手と、斜め後ろに行く選手、アザール選手は斜め後ろとかこっちまで、かつ普通の人はこうやって下に下がりがちなんですけど、斜め後ろに行くっていうと、このまま上にここに行く。何がそれで生きるかっていうと、ここでディフェンスが斜め45度とか40度ぐらいにいる場合は、そのまま軸足バチンと行く、バチンといったところで相手が足出してきたりしたら、体入れて吹き飛ばすっていうのができる。そこに相手が来なかった場合、もう一個奥に行って、普通の人はこっちで押さえたりするものを、彼の場合はこの力で入れて、こっちの手でこう押さえる。そうするとディフェンスどうなるかというと、本当はディフェンスは縦行かれて、ここはいけないってなったら、でファウルもいけない、足かけようとしたら軸足でブロックされちゃうからって言ったら、こっちから回ってもう一回取りに行くか、こっちからたらもう一回こっち回って遅れて取りに行こうとするんですけど、それすらさせてもらえない。グッと行ってこっち側入ったらこっちから回れないっていうか、じゃあこっちから回ろうってなった時に、こっち側をこれで回り込んでアザールの後ろに戻ってるから、もうディフェンスは何もできずにこのまま突っ込んでファウルみたいな感じでずっこけることが多いですね。その動きがもう上手すぎて、腕の使い方がすごいです。バロンドールを取るんではないかと思う選手の一人です。さらにすごいのは、シュートも上手い、パスも上手い、そして軸足、バックも上手い。どういうこと？パーン、初速、よーい、どんな形、ドーンって言った後に、その後ずっと軸足リードしてたら、軸足リード遅いんですよね。じゃあどうしたらいいかっていうと、最初の1、2歩パーンっていったら、次は軸足、バックに変えてあげる。そう、軸足バックに変えるのがめちゃくちゃうまい。パーン、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 ブロック、パーン。ブロックなのか、軸足バックなのか、気づいたら軸足リードのまま
ストップなのかとか、いろんなバリエーションを持っているので、ディフェンスは止められないと思います。軸足リードで、こうあると、パーンっていく中で、たまに、このボールじゃなくて、ここに置いたりします。で、足引っ掛けると。それと、これでもう言うことないぐらいもうスーパーなんですけど、アザールターンっていうのがあります。まあ、イニエスタが使うのに近いんだけど、もっとね、まず縦がすごい強いから、縦で抜かれないように人間さん縦切る。縦切ると、カットインとか、向こう行ってから中に行ってバチンとか強いので、後手になりすぎると基本的にはディフェンス厳しい。けど、アザール必勝法としては、まず縦切る。中行ったとこ頑張って中にスライドするっていうのが一つなんですけど、このスライドがですね、ちょっとスライドするぐらいだと、ルカク選手とかね、体の大きい選手でバチンダーっていうのもすごくうまいので、そこに出されるとまたワンツーだったりフォアテっていうフットサルのテクニックを使ってシュート打ちに行ったりしてしまうので、それはさせたくないからここまで強くかぶせます。強くかぶせた時にアザール選手ね、ボールが転がってきてこの斜めのパスもないゴリっていうのをいないぐらいディフェンスがいたときどうするかっていうと、横パスと見せて、この動きがあるんですね、アザール選手は。ディフェンスが縦をケアする、スライド弱いと言われるから強くスライドする、はい、やり直すでしょ、一安心と思ったら、今度ここの流れに深く関してですね、この普通の選手って横に行ったら同じ道を通って戻ってやります。彼の場合は横に行ったコースから斜め前、こういうところに後ろ向いた状態で出せる。でこのステップは細かくやっていった方がいいので、オンラインサロンの方で紹介しているので、ぜひ来てください。化け物ですか？そんなアザール選手でも、2015年シーズンかな、チェルシーにいた時に、24節まで試合をして、1得点しか決められなかった時があります。どんな選手であっても苦労する時って絶対あって、そのうまくいかない時に腐らないとか、自分を信じ切るとか、仲間をサポートするとか、自分にできる全力を尽くせる人っていうのは、ここからね、這い上がれたり立ち上がれた時に、その経験がすごい糧となって、同じようなことが起きた時にトントントンと超えていくような選手になると思うので、そういうね、いいところだけじゃなくて、うまくいかなかった部分もあっても、そこから努力し続けてすごくなってるっていうのも忘れずに参考にしてみてください。ありがとうございました。こんにちは、ドリブルデザイナーです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。この度、岡部正和オンラインサロンがリニューアルオープンしました。オンラインサロンではドリブルのトレーニング方法を伝えたり、プロの選手たちのこのドリブルのここがすごいっていうものを伝えたりしてます。あとはオフ会で海外の有名な選手などが日本に来てくれた時に、一緒に皆さんとボールを蹴れる場所を作ったり、面白いことをやっていきたいと思ってます。ぜひ一緒にドリブルを磨きましょう。待ってます。